ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで、来たんですね。こちらの難易度6のステージ6の攻略の方をしていきたいと思います。で、序盤の記述回収方法が結構重要なんですね。で、これを2ステージが終わったら、相手のゲートが増えるんで、そこまでの間に、もう潤沢に、回収しておく必要があって、で、それで布陣を敷くというような形になってます。で、4元素の置く順番で敵のダメージを伸ばすっていう方法と、あと最後、それでも残ってしまった時のために、まあ、ワンチャン助けてくれる弓の置き方っていうのがありますんで、そこも実践動画の方で見ていただければと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、帰還来た難易度6の、6ステージ目やっていきたいと思います。大事なのは2ステージ目までにちゃんと帰還を回収していくってところなんですけども、まあ、この回収帰還を、まあ、出花相手の、ね、出花をくじくっていう意味でここに置いていきます。でここで水を付与して氷、これで序盤の敵は倒せるんで、もうここで三重で敵を仕留めていくっていうスタイルですね。で、こっちの方はたくさん置けるところが少ないので、まずここに回収機関を1個置いて、で、ここに水、で、氷。このストレートのラインでやります。これ、氷はね、相手の動きも遅くなるんで、で、ここに一度って、相手見ると、向こうの方で相手凍るんですね。なので、先に相手が、死にます。向こう側の相手が先に死ぬんで、で回収できるなって思ったら回収期間を置いて、こっちで回収できる数を一気に増やします。もう向こうの方が先に倒すんで、ほら、で回収の量が圧倒的に増えますよね、こんな感じです。で、ここが固まってきたら、炎、このストレートのラインに炎を置きます。ストレートのラインに置かないと敵に当たらない可能性が出てくるんで、ほら、まっすぐ飛ばすんで、斜めに置くと敵の突っ込むスピードが速いと当たらなかったりするんですよね。まあ、こういった形で工夫するといいと思います。で、あともう一つね、もう12個なってるんで、とりあえず12個以上にしちゃダメだっていうところでやってきます。で、次の波で敵が逃げ出すとき、あ、この勇猛はね、別につけてもつけなくても、敵が強くならないんであれですけど、まあ、勇猛してポイントを高くしていきたいって方であれば、勇猛を選んでいきましょう。はい。で、対局始めます。で、こういった形の敵に対しても、この3つのストレート編成だったら、結構、なんとかなっちゃいます。ちょっと怖いのであれば、この、てっぺんのところを雷して、ここで、4元素編成をここで完成させちゃいましょう。で、回収期間1個減ってもったいないのとかであれば、2ラウンド終わってからでもいいんですけども、まあ、素材はそれなりに足りると思うんで、僕は先。皆さんはね、2ラウンド目終わった段階でやった方がいいと思いますよ。2ラウンド目終わったらちょっと編成また組んでいきます。で、先に電気感電かけていくのは、相手がね、電気があるとダメージが伸びるんですよね。その感電の時間が長いと、なので先に電気を入れていってます。で、今回これでまあ将来的に勝てるように水元素の機関の攻撃力を上げていきましょうか。将来的に勝つことが目標なんで。で、次にやっていくのは、この期間を外していきます。はい。で、ここでスッキリしますよね。なので、あと4つしか置けないんですけども、ここ抜かれる可能性があるんで、ここに弓を一発入れておきます。両サイドを見てくれる弓を一箇所つけて、こっちの方はこれでコントロール終わり。で、残り3つここでやんなきゃいけないんですけど、結構大変なんですけども、まあ、僕だったら、雷と、で、水をここで置いて、
で、中央に炎。これでフィニッシュですね。で、水と雷で敵の動きを制限して、で、やると。で、登りやすいように。この木のとこは登れるんですけど。で、次からは、先導を閉じたりとかして、相手の突っ込みとかを防いでいきます。で、この先導上にあるの気づかなかった方だったら、ここ使ってほしいんですけど、ここの中央のところに敵が突っ込んできてしまった場合、これ押すと、これがなくなります。で、落とし穴ですね。なので、これをうまく使っていってください。こちら、多分ね、ここに弓があって4元素のストレート、4元素ストレートがあるでしょ？多分大丈夫です。なので、手薄な中央ですね。これかなり手薄なんで、凍結もさせないし。だから、でかいのが突っ込んできたときは、先導で閉じましょう。そのために、もう司令室がここなんで、皆さんも、第3波が来たら、もうここでずっと張ってる状態で OK です。で、一応、ここら辺の記述があるんですけども、雷の攻撃速度を上げることによって、ダメージ量を増やしていくのか、こちらの攻撃使うために、威力上がるのかってことであるんですけど、これです。こういうなんか強力な、布陣を皆さんは選んでいきましょう。はい。そしたら、こう雷の威力がもうどんどん上がってくって感じで、序盤で敵を粉砕することができると。で、最悪弓で仕留めれると。で、敵の流れてくるスピードっていうのは、この4元素ストレートって全然変わるんで、弓も対応一射で可能だと。で、必ずここに突っ込んでくる敵がいるかとか、正面のしっかり見ときましょう。この上から、正面をしっかり見とく。正面は水と雷で感電かけながら、で、いい距離で過負荷か蒸発をかけるっていう。こういういい距離ストリートになってますんで。で、雷の威力今上がってますしね。で、これで 4はもう大丈夫かな。で、この先導閉じるやつは、やばい時のために取っておきましょう。やばい時のために。まだその時ではない。あと1回使えばいいんで、序盤の方で1回使っとけば、あと1回だけ使えばいいかなっていうノリで。はい、では次ですね。で、一応、勇猛とか、バンカーを使った方が、ポイントが伸びてくんで、例えば、勇猛、バンカー両方来た時に、どっちの方がいいかなと。これ、例えば、このヒルチャール選んでしまったら、ちょっとやばい可能性ありますよね。なので、まあ、ランダム要素があるけど、バンカーで、しかも、雷元素の威力、攻撃速度が上がるんだったらいいかなってところで、こっち選んで、ポイントを上げていく。で、風元素技術攻撃できなくなる。こういうね、運要素とかもあるんですけど、一応こういうチョイスしていけば、ポイントは下がらずに有利な戦いができると。で、こういうやつは電撃かけながら凍らせて倒すって感じですね。で、中央はまだ抜かれていないね。うん。で、今みたいなやつは氷立てなんで、炎エリアに来た時に死んでしまうと。で、敵はちっちゃいやつが走ってくるの怖いけど、一応電気系のやつ入れてるんで、全箇所に電気系入れてるんで、その取りこぼしもなし。あとは大型系のやつをどうするのか、岩スライムどうするのか。中央からもしね、そういうやばいの来たら落としちゃう感じ。で、中央じゃなければ、この岩の特攻のある弓が両サイドを見てくれてるというような編成です。はい、第5波も OK ですね。第6波、バンカ。ポイント下げたくないんで、バンカをやっていくのと、炎技術の射撃が上がる。水元素ができなくなる。これはまずい。こういうのがあるんで、ただまあやっていくしかないよね。水が攻撃できないから3元素でやれみたいなことになってますから。要するに凍結ができなくなってしまう。こういう時のために、例えば、氷がダメになっちゃったとなったら、ここを、まあ、火力持ってこうぜと。
火力持ってこうぜと。こういう状況になったら、もうすぐさまこう、リカバリーをかけてください。で、中央大丈夫かなとか。中央も水がないんだったら危ないよねとかなりますよね。そうなってくると、今、雷が強い状態なんで、雷をちょっと追加してあげる。こういう感じで臨機応変にバンカーが危なかったら、最後のラウンド、水なしでやってみようぜと。で、近づいてきたやつに炎と弓が刺さって、しっかり倒せる。って感じで挑戦成功です。で、860ポイント。で、報酬かける2倍の860。こんな感じでやってみるといいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。